皆さんには今回の件で多大な迷惑をかけてしまいました。私が取り込んでしまった妖怪にもかわいそうなことをしましたし。そう落ち込むな。あいつらはじき元通りになる。俺たちあやかしの長い一生に比べたら一瞬みたいなもんだ。ラン、あなたにもお詫びします。それと感謝を。こんな私をずっと見守ってきてくれてありがとうございました。礼なんて言われるような柄じゃねえよ。感謝するなら心の中でお前の親にすればいい。あいつらの頼みだから俺も受けたんだ。わかりました。ラン、私は両親の分まで生き続けます。だから最後までどうか見届けてください。昨日音春さんたちと特訓した力をコントロールする方法、もう一度おさらいしておきましょう。指先に神経を集中して、木の葉を揺らすそよ風よ、私の手のひらから片白を舞い上がらせなさい。救急如立寮。玲子、不用意に私に近寄ってはいけません。力を吸い取られてしまいますよ。やっと散ってくれました。余分な力が漏れて、それをめがけて集まってきたのでしょうね。ラン、笑い声が聞こえていますよ。どこから覗いているんです？隠れていないで出てきなさい。清流、白虎、朱雀、玄武、高鎮、帝体、文王、三体、玉女、我が片白よ、さまよえる魂に代わり、かの者の声なき嘆きを私に伝えなさい。天子さんのアドバイスは常に穏やかな心を保ち、隣に寄り添うように耳を傾けること。ああ、ぼんやりと声が聞こえてきました。あなたの悲しみの根にあるものは伝えられなかった感謝の気持ちだったのですね。ならば今からでも伝えましょう。心配はいりません。私が一緒についていますから。